えー、こんにちは。即可塾の久保でございます。まあ、ローカルガイドという制度が Google マップにあるんですけども、この度私ね、レベル9になりまして、えー、メールが別で来たんですよ。それは、もうローカルガイドになって、あなたは6年経ちますということだったんですよね。で、Google マップってのは、通常自分の行きたい場所を調べるのに使いますけども、まあ、私の場合はそれ、えー、プラスですね、えー、こういうふうに写真とか口コミを Google マップにどんどん投稿していくってことも、 まあ、面白いなと思って始めたんですよ。プラス、6年以上前私はアフィリエーターをやってましたんで、この仕組みがアフィリエーターに使えるんではないかなと思って、そちらの方にね、やっぱり自分の自己紹介みたいなのも書いておけたらなと思って、たまに書くようにしてるんですよ。いつもではないんですけどね。まあそうすると、やっぱりそこからのアクセスも馬鹿にならないんですよね。まあただね、やっぱりローカルガイドになりたいと、レベルを上げたいと思っても、 写真を撮ったり記事を投稿するのが楽しいなと思わないとこれは続かないんですよね。まあですんで今回は少しでも Google のローカルガイドとして特典を受けたりね、まあ様々な喜びをそこで共有できるかなと思いましたんでちょっとヒントを申し上げたいなと思ってます。まあダラだらと喋るだけになっちゃうかもしれませんけども、これから Google マップを活用したいなと思う方には役に立つ内容になると思いますんでよろしくお願いします。はいじゃあまず前提としてですね、 Google のローカルガイドっていうのはどういうものなのかってことを簡単にお話ししていこうかと思います。まあ、Google マップを利用する中で、ローカルガイドという単語を目にしたことはないかなと思うんですけども、いかがですかね。ローカルガイドっていうのは、Google マップを利用する際に登録すると、様々な特典が得られるコミュニティのことなんですよね。で、便利な機能やメリットがあります。Google マップにコンテンツの投稿すると、ポイントが止まるんですよね。 そのポイントに応じてレベルもいただけるということになります。はい。そしてどんなものがあるのか順番にまずざっくり申し上げておきますね。ローカルガイドの精度と仕組みなんですけども、ポイントがたまりレベルアップやバッジの付与が受けれると。そしてレベルが上がると特典が受けられるというところがまず挙げられます。次はローカルガイドで得られる特典の紹介なんですけども、Google Play で利用できるクレジット。 おー、こういんだものがありますよね。そして、Google の新機能への早期アクセス。これもメリットが大きいです。え、ストレージ容量の上限アップということで、ストレージ容量が上がっていくということと、コネクトライブへの参加ができるようになります。いかがでしょうかね聞いたことのない単語もあったんじゃないですかね。順番に説明していきますよ。まあ、その前に、まずは大きな項目をお話しさせてもらいます。三つ目なんですけども、ローカルガイドに登録すると、 Google マップへの投稿がしやすくなるということがあります。4つあります。1つ、口コミを投稿できます。2つ目、写真や動画を共有できます。3つ目、質問に対してのやり取りができます。4つ目、場所の追加や編集ができます。ということで、Google マップに登録されてない場所っていうのがあるわけですよね。まあこれにつきましては私も、あ、これ登録されてないなと思ったら、私の方がこの Google マップ上に新しい場所やポイントとなる地点をね、 追加したり編集したりすることができる。かなり大きなメリットですね。まあ、こういったことができるのが楽しいところだと思います。さあ、そしてですね、えー、順番に詳しく内容を申し上げていきますね。まずはですね、ローカルガイドに登録して口コミなどを投稿すると、ポイントがたまりレベルが上がっていくということなんですけども、2021年5月の段階ではですね、最高レベルは10まであります。 各レベルの達成までに必要なポイントをだらだらと申し上げておきます。まずはレベル1なんですけども、ゼロポイント。何もしなくてもすぐレベル1になるってことですよね。で、バッチはありません。 レベル2っていうのは15ポイント貯めると、すぐ行きますんで、投稿1個でもすればこれ行くんじゃないかなと思います。バッジはありません。レベル3っていうのは75ポイントですから、投稿そうですね。1回で行くこともありますし、まあ、2つ3つすれば行くんじゃないかなと思います、えー。レベル4です。250ポイント。ここまで来ると、まあ、投稿をね、何件かしたり、写真を何枚か投稿したりってことになります。バッジもつきます。250ポイントです。 で、レベル5は500ポイントなんで一つの節目になると思いますが、この辺りに来るとね、ローカルガイドも面白いなと思えるんではなかろうかと思います。まあ、バッジは以降ずっと、レベルに応じてついていきますんで、ずっとあとはバッジがありますって形になります。レベル6なんですけども、ここは1500ポイントですよね。 え、この辺りから、あの、o g l e から、本社招待っていうね、そんなメールが来るんじゃないかなと思います。レベル7になると、まあ本格的にやってる人じゃないとなかなか来ないところじゃないかなと思います。5000ポイントが必要になってきます。1投稿で100ポイントを獲得できるとしても、50投稿というものが必要になってきますんでね。まあでも、1年もかからずに行くレベルですからね。レベル7までは結構皆さん行くんですよ。難しいのはレベル8です。レベル8は1500ポイント。 あ、1万5000ポイントですね。すいません。1万5000ポイントを到達すると、レベル8になるんですけども、ここはなかなか行かないんですよね。それこそ、Google マップへの投稿が習慣化しないといけません。で、レベル9、5万ポイント。この度私レベル9になったんですけども、ここはですね、 かなり気合を入れて、長い時間行かないと、到達しないところだと思います。さあ、そしてレベル10になると、今度は10万ポイントですね。今まで、え6年かけて5万ポイントレベル9になった私でも、遥かな道のりだなぁと思うところがレベル10です。今まで6年かかりましたんで、これからも6年かかるかもしれませんけども、ただ投稿のコツとかね、 それから投稿のペースがだいぶ私も上がってますんで、おそらくですね、3年かからずに、まあ1年を目標ですかね、このぐらいまで行くんではなかろうかと思います。まあなんせね、レベル10を目指して、これからも投稿活動しますんで、その分、マインドが整ってるあたり、結構早めに行くんじゃないかなと思いますけども、まあ1年で5万ポイント行くかどうかちょっと大いに疑問ですよね。<laughs> 1投稿100でも、うーんそうですね、1000投稿いるわけですよね。1000投稿ですよ。 戦闘校って言ってやっぱ1年では厳しいかなと思います。1日3投校でも1年ですからね。やっぱりね、100ポイントぐらい取れるような1日3投校ってのは、まあ本当に気合い入れていかないといけないですよ。まあですんで3年ぐらいで取れるようなペースで考えてますね。以上のようなことになります。で、えー、注意点があります。 質の悪い投稿、嘘の投稿などをすると、ポイントの減少や、場合によってアカウント凍結の可能性がありますので、気をつけてください。人のためになる、喜ばれる投稿を心がけましょう。で、レベル4になると、バッジが付与されるんですけども、このバッジはプロフィールに表示されるようになるため、よく投稿しているユーザーは一目でわかるということになります。ではですね、ちょっと特典のことについてもお話しないといけないですね。特典なんですけども、レベルが上がっていくに従って、 この特典っていうのが受けられることはもうご存知のことだと思います。具体的にどんな特典があるんでしょうかまあ、一覧で申し上げますと4つぐらいあると思います。Google Play で利用できるクレジット。それから Google の新機能への早期アクセス。ストレージ容量の上限アップ。コネクトライブへの参加という4つです。それぞれの特典についてまとめていきましょう。Google Play で利用できるクレジットということなんですけども、Google Play で利用できるクレジットが届くという特典があります。例えば、 Google Play Books で利用可能な400円引きコードの付いたメールが届いた事例もあるんですよね。え、こういったことです。私ちょっとね、何かね、届いたってことないんですよ、実は。あ、届いたのかもしれませんけども、ちょっとね、目に留まってないですね。というのが、Google Play って Android でしょ私 iPhone なんでね、多分届いても <laughs> 関係ないかなと <laughs>。うん、ただね、あのー、どんな特典があるのか、まだ私もよくわからないんで、もしかしたらものすごくいいやつが来るかもしれません。まあ、これは、 おまけ程度に考えておこうかなというところです。二つ目。Google の新機能への早期アクセス。これはありがたいですね。いち早く Google の機能を試すことができるわけですよ。で、えっ、ー、と、Google ってのはね、検索エンジンの他に、例えばマイビジネスっていうものがあったり、ストレージっていうのがあったり、ニュースとかっていうのがあったり、メールみたいなのがあるんですよね。この四つの機能は、私も結構早くね、試しさせてもらってるのかなと思います。 で、えー、三つ目。ストレージ容量の上限アップってものもありますね。これは私もすでに利用させてもらってますね。Google ドライブで写真などの保存ができ、このストレージ容量を上限アップできる特典があるということなんで、写真や書類などの保存容量が増えるだけでなく、ファミリー共有などもできるようになるため、すごく便利ですと。 また Google からの特別サポートも受けることができるために、さらに Google サービスを有効活用できるでしょう。たくさんの写真やファイルなどを保存したい場合には、オーリーにメリットとなりますということなんで、実は Google をね、最大限活用しようと思ったら、Google のこのローカルガイドになるっ道が早いんではないかなと思うんですけどもね。はい、特典はでも続きます。ローカルガイドに登録すると、Google マップへの投稿がしやすくなるんですよ。ローカルガイドに なるとね、いろんな機能がありますけども、やっぱこれも大きいんじゃないかなと思います。手軽に口コミを投稿したり、写真や動画などを共有できて、なおかつポイントが得られるというローカルガイドは有料な特典だと思えるんですけどもね、この制度自体が特典じゃないかなと。Gmail 持ってれば誰でもね、参加できますんでね、無料です。うん ローカルガイドへの登録でできることは、口コミを投稿できて、写真や動画を共有できて、質問に対してやり取りができて、場所の追加編集ができるということで、かなりのコミュニケーションツールだと思うんですよ。アクセスもね、私も2000万回以上のアクセスが取れてますし、ちょっとね、私もアフィリエーターとして活動してきて、ここまで高いアクセスってのはちょっと考えられないですよね。うーん。 で、口コミとかを書けるようになると、いろんなユーザーさんからね、反応が集まりますんで、そこで一つのコミュニケーションが生まれて、まあビジネスにも発展するってことになると思います。で、写真や動画を共有できると、やっぱり多くの人の役に立つことができるんじゃないかなと思います。ただね、写真を共有する際は個人住所などに追加することはできないことに留意しておいてもらいたいと思いますね。うん、で、質問に対してやり取りができるってことなんですけども、 まあこれもですね、ローカルガイドのレベルを上げるためにもかなり効果的になってきます。質問が来たりとか質問に返したりするとポイントがやっぱり溜まりやすくなってきますんでね。はい。そして場所の追加や編集ができるっていうのはお話したように、Google マップ上にまだね、登録されてない地点とか、名所とか、 そういったものを自分で書き込むことができるってことになります。まあ、無茶苦茶のものを書き込まない限りね、すごく個人的なものとか、あの、公共性の高いものを投稿すれば、まあ、それが認められて、えー、Google マップ上に、自分が投稿した重要な場所ってものが残るんじゃないかなと、歴史の教科書になるんじゃないかなっていうふうな気がしますけどもね、これも楽しいですね。はい、そしてローカルガイドに参加できない対象者についてお話ししておきましょう。それは、 18歳未満のユーザーですとか、企業からの投稿はできません。ですので、あくまでも、18歳以上の個人からの投稿になってきますよね、うん。つまり、企業からの投稿として、広告代わりに使わないでくれってことなんでしょうかね。はい、はい、えー、ということでお話ししてきましたけども、Google のローカルガイドになる特典、いかがですかね私は非常に大きなメリットを感じてます。 ちなみに、Google の本社に招かれるっていう特典ですけども、これは、どうやら全員ではなくって、うん、まあ、レベル5を超えると、招かれる可能性が出てくるそうなんですよ。で、私の運営している速可塾の中でも、塾生さんでね、レベル5の方が、アメリカに、Google の本社に招かれてますよっていうふうに、メッセージくださる方が何人かいらっしゃいますんで、まあ、全員じゃないにしても、こういうふうな形になっていくんではないかなと。つまりは、Google の本社に、Google の負担で、 滞在費、旅費など、Google の負担で見学に行けるのかなっていう気がするんですよね。もちろん見学だけではなくて、どのようにローカルガイドとして活躍していけばいいのかってこともレクチャーできるというふうに感じています。英語の練習でもしておきましょうかね。<laughs> はい。じゃあ今日は Google のローカルガイドについてお話ししてみました。よろしかったら、あなたも Google のローカルガイドになって一緒に活動しましょう。では。